朝日様じゃないっすか。今日もいい天気っすね。こんな日は海にでも行ってバカ野郎って叫びたいっす。あれ、このタイミングってことは。探しましたよ、お嬢。なああ、やっぱりこんなところにいらしたんですね。さあ、早く戻って。朝日様、逃げるっすよ。ごめんなさい、おじさん。俺、とりあえず一緒に逃げますね。待ってくれ。ここなら大丈夫だろう。きっと追いかけてこないはずだ。どうしてわかるっすか。俺は何でもわかるんだ。ナナが牧島一家だってこともな。なんですか。なあナナ、牧島一家って一体何なんだ。全部知ってるんすか。いや、全部は知らない。だからちゃんとナナの口から聞きたいんだ。そういうことっすか。話してくれるか。誰にも言わないって約束してくれるっすか。あ、約束する。ありがとうっす。自分の本当の名字は牧島っす。七尾七は冥道してる時の仮の名前なんす。それじゃあ牧島一家っていうのは。表向きは空手道場、そしてその本当の姿は極道っす。極道？だからあの時みんな牧島一家の名前にビビって。それじゃあナナは。そう、自分は極道の娘っす。そうだったんだな。自分普通になりたかったっす。だから家を出て今の仕事を始めたっす。それじゃあ家には。もうずっと帰ってないっす。それじゃあナナを探し回ってた男は。どうも牧島一家の若頭です。どうやら見つかっちゃったみたいだな。朝日様、逃げるっすよ。お嬢はそうやって逃げ続けるんですか。それは。こうしてお嬢が逃げ続けている間、親父はずっと一人で苦しんでいるんです。あんなの親父じゃないっす。どうか親父に会ってやってください。もうずっと入院しているんです。どうすか。やはりお嬢には連絡が行ってなかったんですね。今牧島一家では内部抗争が起きています。療養中の会長の座を狙った傘下の組長たちが。なんだよ内部抗争って。だからどうか親父に会ってやってください。そして牧島一家を継ぐ意思をお願いします、お嬢。その内部抗争はどこで起きてるっすか。どこって、それは秋葉原なんすか。はい、そうです。だったら話は別っす。この争い自分が終わらせるっす。それじゃ親父の後。それとこれとは別の話っす。まずは内部抗争を終わらせるっす。秋葉原のどこで揉めてるっすか。場所は駅前広場です。それだけ分かれば十分っす。朝日様、今までありがとうっす。ナナ、この秋葉原で朝日様と出会えてとっても楽しかったっす。七尾ナナを受け入れてくれてとっても嬉しかったっす。それじゃあ自分行ってくるっす。待てって、俺のこと勝手に置いてくなよ。連れてってくれナナ。役に立てるかは分かんないけどな。朝日様。それじゃあ行こうぜ。了解っす。やんのか。牧島一家を仕切るのは
土田組なんだよ。いいや、岩間組の方だ。てめえらは小銭でも稼いどろよ。なんだと？やばい、一触即発だ。自分、行ってくるっす。土田組を引っ込んでろ。つうか、さっさと潰れちまえよ。岩間組こそ、牧島一家の恥さらしだ。てめえら、まとめて潰してやるよ。この勝負、自分が預かるっす。その声は、お嬢。で、どうしてこんな場所に。どうして？そんなの、答えは決まってるっす。自分は、愛と平和の冥土、七尾七だからに決まってるっす。お嬢が、七尾七？そうっす。自分は冥土の七尾七っす。だから、秋葉原を守りに、ここに来たっす。秋葉原で争うなんて、見過ごすことはできないっす。ですが、お嬢。お嬢じゃねえって言ってんだろ。ったく、おめえら恥ずかしくねえのか。こんな場所で喧嘩しやがってよ。違うんです、お嬢。父田組の奴らが先に。男が言い訳してんじゃねえよ。ここはおめえらの居場所じゃねえんだ。ここはな、みんなの夢が集まる町だ。そんな町で争ったりするんじゃねえよ。文句のあるやつはかかってこいよ。10秒で沈めてやる。お嬢、申し訳ございませんでした。反省します。これで終わりだな。自分のメイド人生も終わったっす。たくさんの人に見られちゃったっすから。ああ、それだったら気にしなくても大丈夫だぞ。どうしてっすか？それは私から説明した方が早いな。シャリコさんじゃないっすか。よっ、元気か。え、知り合い？シャリコさんは昔から牧島一家に出入りしてるヤバいっす。バイヤーな。あとついでに親父さん直しといたから。マジっすか？大金を積まれたからな。特効薬の開発なかなか大変だったぞ。すげえな。それと親父さんから伝言がある。今でもついでについてこい。どこに行こうっすか？中央通りの地下通だよ。ここだ。ここが地下と。シャレコさん、まさかっすけど。親父さんからもらった報酬でここを買い取らせてもらったんだ。ついてきてくれ。おい、ここはなんだ？地下通っす。そう、地下闘こと地下闘技場だ。はあ？だから安心しろ。お嬢はここで雇ってやる。親父さんからのことづけでな。お嬢がメイドを辞めることになったら面倒を見てほしいと頼まれているのだ。いや、だから俺が言いたかったのはそういう話じゃなくて。ここでなら人目を気にせず戦っていいぞとのことだ。別に戦いたいわけじゃないっすよ。暇人も自由に使っていいぞ。ただエントリー料は払え。いえ、お断りします。そう遠慮するな。それなりの報酬が与えられるぞ。というわけで二人ともよろしくな。だけどナナは明日になったら。安心しろ、別の店員も用意してある。彼に話しかければいつでもエントリーできるぞ。いや、だからしないって。メイドに戻りたいっす。こんな場所、自分の
の居場所じゃないっすよ。親父のバカ野郎。新しい妄想の侵食？あいつらしい妄想だな。入り口はまだ開かれていないか。お前は？君は確かレイジと一緒にいた少年だったな。朝日、橘朝日だ。覚えておこう、橘朝日。君にはこれが何に見える？これって言われても妄想が侵食しているようにしか見えないけど。ではこれは現実じゃないのか？まあ、妄想だ。俺にははっきりとわかる。現実という世界に妄想が現れたら、それはもう現実ではないだろうか。それはすでにこの妄想は現実だ。妄想を管理し正しく扱うことができれば、この世界の発展に貢献することができる。だからってそんなの。世界の歴史が変わるとき、そこにはいつも妄想が存在していたんだ。そうかもしれないけど、だが人の心は弱い。そして都合の悪い現実から目を背けてしまう。それってあの時のあいつにも君たちのような仲間がいればよかったんだがな。俺たちのような？レイジは誰にも言えず一人で苦しんでいた。妄想を受け入れず、そこにある現実から目を背けた。そして現実と妄想の狭間でいつまでも怯え続けることになった。だがそれも今日までのようだ。今日まで？お前らはレイジをどうするつもりなんだ？気づかないのか？この妄想はレイジが生んだものだ。え？すでにデータの収集は完了したようだ。デジタルの妄想、非常に興味深いものだったよ。幸い被害範囲も狭い。だからこそ今のうちに始末しようと思ってな。レイジの妄想を壊すっていうのか？それがレイジのためだ。レイジが望んでいたのはこんな結末なのか？妄想が壊れ、全てを失えば同時に恐怖からも解放されることになる。そんなの無責任だろ。俺には俺の責任がある。妄想管理局局長としての責務を果たすまでだ。だったら俺は俺の責務を果たす。レイジの妄想をお前たちに壊させない。レイジはそれを望むのか？それはレイジが悲しみの底に沈んだら、その時は君がそばにいてやってくれ。で、ぼーっとしてる場合じゃない。レイジを見つけないと。朝日くん。葉月さん、そんなに慌ててどうしたのかな？誰かをお探しかな？そっか、いなくなっちゃったんだね。きっとレイジのことだから自分で決着をつけようとして。だけど見つからないんです。だったら二人で探せばいいんじゃないかな。え？葉月さんとですか？で、安静にしてなくていいんですか？だってまだ退院したばかりですよね。ううん、私とじゃないよ。だって朝日くんにはあの子が。
水木がいるじゃない。え、でも水木はきっと一人で落ち込んでいるよ。それはだからね、言ってあげて。え、きっと待っているんじゃないかな。待つって、そんなの決まってるじゃない。あの子はね、現実を受け入れられないほど子供じゃない。昔から頑固だったよね。そのくせして絶対に自分の気持ちを口にしない。そんな子だからこそ朝日くんを待っているんだと思うんだ。お願い朝日くん、瑞希を迎えに行ってあげて。でもかける言葉が。分かってるでしょ。え、大丈夫、朝日くんなら分かってるはず。だって二人はいつも一緒だったんだから。笑い合って喧嘩して一緒に大きくなってきた大切な親友。そんな朝日くんだからこそ分かってるはずだよ。瑞希を追いかけてあげられるのは朝日くんだけなんだから。あ、思い出せたのかな。だったらほら、さっさと行ってきちゃいなさい。あ、はい。うん、いい子だね。それでこそ朝日くんらしいじゃない。それじゃあ行ってらっしゃい。そろそろお姉ちゃん離れしてもらわないとね。